ライゼルクが分かったところで、ライゼルクとは何かが分かったところで、ではそれも安定強化へ向けた間接関与ですね。あくまで直接はできませんよね。あくまで間接、外側からだし、まあ直接触れて云々っていうのはまあ基本できませんと。間接関与、この間接関与のためのポイントですね、紹介します。一つは当たり前ですけど、昨今も随分呼吸法ブームですね、今更のような呼吸法ブームですが、当然呼吸は非常に重要になっています。概念だけ言いますね、細かくは言いません。呼吸、もう一つが食から排泄まで、食から排泄まで、食といっても非常に深い広い、当然体内に取り込んで中で消化吸収、そして排泄するプロセスを全部言うんですが、食ということに関して、例えばこれ口の問題ですね、口の変化詞なんて進化詞なんてやったらものすごく大変なことなんですね、例えば口ですし、また歯ですよね、人間の歯の場合は同じく歯のある動物と比較した時には、人間の口腔、この歯はいわゆる咀嚼器と言われています。咀嚼器、またはこの唾液腺含めてもう半分消化も始まってるわけです。咀嚼しつつ消化も始まるというのがこの口腔の中全部宿ってます、ね、で逆に言うと他の猛禽類、我々は母菌なんて言って中国のいわゆる養生法の一番の原点の話から話を持ってくるんですが、猛禽類または爬虫類ぐらいのレベルの口腔、また歯は人間の咀嚼器に対して捕獲器なんですよ。捕まえるだけなんです。で丸飲みですね、捕まえて丸飲みで全部あとは消化器に任せる。ですから例えば蛇、大物を食らっていわゆる捕獲して丸飲みして、それでこう体がこの食べたもので体以上に膨れちゃうなんてことありますね。でそのまま中で消化するまで1日か2日か3日待ってるというようなこともあるわけですよ。そうすると食といっても口の歴史からやってないんだね、口語と滋賀の問題までやってないんだよっていうなると、なかなかごっつい問題になるんですよね。でもそこまでいきます。当然食というからには捕獲機能からまた歯の問題、その辺までを絡めてのことです。食3つ目が環境と構造、非常に抽象的ですけど、いわゆるこの重力下で四足歩行、四つ足から二足歩行にっていうこのプロセスの中で一体何があるのか、あれも欠かさないポイントですね。そしてさらにそういったものを全部包括した人間的現象として横断と書きました。分野切れないです、こればっかり。横断的現象としての内臓、これ一つだけ例言っちゃおうかどうか思うんですが、一つだけじゃあ例示します。なんだ横断ってって。例えばさ、船酔い、大概はい嘔吐しますよね。はい、ヒントですよね。こう横断的ですよね。なんだこれは。嘔吐しますよね。はい、消化器の問題ですよね。なんだこれは。ですから、いわゆる酔い現象、あらゆる人間のめまい含めた酔い現象まで捉えていこうとしない限り、内臓力を運用しようってことはできませんってことです。横断的ですよ。じゃあそういった認識をどの視点から持ってくると非常によく眺めが良くなるかというと、我々も非常に大事にしている、または大得意であるところの領域ですけど、進化プロセスってことですね。この重要性がその裏に鎮座している、進化プロセスの重要性がこの辺の見方でありアプローチのポイントであり、それを絞っていく、抽出していくための大事な材料。このやつ呼吸、
食から排泄、環境と保存問題、そして全横断的な人間的現象、はい、が我々がここに内助力に間接的に接近していく、運用していくにあたっての共感安定せしめる接点ですよというご紹介です。